アルトホルンは金管楽器の一種である。一般に E 管でバリトンを小さくしたような形状をしている。サクソルン属の中音域を担当し、英国式ブラスバンドのようなブラスバンドにおいて使われる。B のコルネットより5度低く、バリトンよりも4度高い。実際の名称や形状は国、メーカー、時代などによって違いがあるが、 本記事では変歩のサクソルン族の金管楽器を総合的に記述する。イギリスではこの楽器はテナーホルンと呼ばれる。アメリカ合衆国や日本ではアルトホルンと呼ばれる。サクソルン族の楽器の名称には国と時代により非常に大きな混乱がある。古い時代のフランス、イギリス、アメリカ合衆国ではこの楽器をテナーと呼んでいた。しかし現在ではイギリス以外で テナーホルンと呼ぶと別の楽器を指すことが多い。ドイツではこの音域の楽器をアルトホルンと呼び、テナーホルンはそれより低い B ンの楽器、すなわちイギリスで言うバリトンと同じ高さの楽器を言う。アルトホルンは異常楽器であり、実音は寄付よりも超6度低くなる。サクソルン族の中音域を担当し、艦長は約2メートルである。第二倍音は、 E3 であり、3本ピストンの場合その像を4度下の AA にまで出すことができる。バンドで実際によく使われる音域は、実音で C3 から C5 までである。ペダルトーンは滅多に使われない。使われる音域は、フレンチホルンに近いが、艦長はずっと短く、従って定時のバイオンが使用される。最も普通の形状は、ユーホニアムを小型にしたような形をしている。 朝顔は上を向き、通常3本のピストンを有する。ドイツ、スイス及び東ヨーロッパのアルトホルンの形状としては、様々なものがあり、コルネットのように朝顔が前を向いたもの、朝顔が上を向いたもの、楕円型に丸められたもの、より珍しいが、フレンチホルン風の丸い形状のものの4種類に、大別される。アルトホルンと大体同じ艦長の金管楽器に、メロフォン、 バストランペット、アルトトロンボーンがある。ヨーロッパ大陸では、軍楽隊で使われるが、イギリスの軍楽隊では使われない。しかし、英国式、ブラスバンドでは3本のテナーホルンが使われ、それぞれソロホルン、第1ホルン、第2ホルンと呼ばれて、重要な役割を果たす。還弦楽曲でアルトホルンが使われることは、ほとんどない。ベルリオーズのオペラ。 トロイアの人々の諸行で使われたが、楽譜には、サクソルンテノールイーエヌミフラットと書かれている。ダンディの金の歌作品18では、サクソルンアルトと呼ばれている。パウル・ヒンデミットは1940年代にアメリカ合衆国に滞在したが、1943年にアルトホルン・ソナタを作曲している。ただし、1956年にショット社から出版された楽譜には、 いい、アルトホルンの他にフレンチホルン、アルトサクソフォーンでも代替できるように書かれており、現実の演奏では、アルトホルンを使って演奏されることは少ない。現在のイタリアでは、アルトホルンはあまり使われないが、ウンベルトエーコ、風光の振り子の中で、アルトホルンについて研究されている。ありがとうございます。